ノクさんこんにちは。神サプライズの体験ね、していただきましてありがとうございました。聞いてる限りだとノクさんむちゃくちゃ良かったみたいで、私もね非常に興味が出ましたね。やっぱりこの髪の悩み、髪が薄くなってくる悩みってのは今ではね20代とか30代ぐらいから始まるみたいなんですよ。それでね、女性に対してちょっと勇気が出なかったりとか、いまいちね社会に出るのを億劫になったりとか、本当にね切実だと思うんですよ。それは一つには髪が薄いのがかっこ悪いという先入観が誰にでもあるからなんですよね。まあ、ブルース・ウィルス見ていただいたら分かるんですけども、髪が薄くたってかっこいいじゃないですかね。まあでも少ない例なのかもしれないですね、うん。まあ、どちらにしてもね、自分の髪の毛が増えることによって勇気が出たり行動動機が増えるんだったら、それに越したことはないと思います。まさにですね、ヘアスタイルってのは女性にだけではなくって、男性にもね、髪は女性の命ですって言われますけども、そのぐらい大事なものだと言えるんですよ。やっぱり顔の印象って大半が髪の毛、ヘアスタイルだと言われますんで、年老いて見えるのも老けて見えるのも疲れて見えるのも髪なのかなと思っちゃうんですよね。そのぐらい髪を私たちはしっかりと手入れをしたりとかね、大事にしていかなくちゃいけないのかなと思いました。今回の髪サプライズ、機械が300万ぐらいするって聞いたんですけども、レンタルもあったりとかね、あと使うのに週3回ですか、で数千円ってことでしたら全然いいですよね。それでですね、これね、ノクさんこれからも体験談流していただきたいのは山々なんですけども、お願いできればなと思います。で、場合によってはね、私これね事業化してもいいんじゃないかなと思うんですよ。1台確か300万ぐらいだと聞きますんで、なんかねそういう希望者を募ることができれば、機械を購入したりね、どっかに体験スペースを作ったりとかっていうのも、まあ、ないではないかなと思うんですけどね。まあ、それこそ体のエイダでそのぐらい多分いただけると思いますんで、ステーキング報酬がね。ノクさんが一通り体験した後、例えば数ヶ月後とか1年後にはステーキング報酬で紙サプライズ買えちゃうんじゃないかなと。それから紙サプライズを置くテナントですか、そこの経費も5日ごとのステーキング報酬だったら払えるじゃないですか。なんかこれ良くないですか。まあ、もちろんね、感染症対策とかっていうのがあるので、来店型のビジネスっていうのは私ねちょっと敬遠したいなと思ってるんですけども、まあでもちょっとね頭の隅に浮かばないでもないかなと思いましたんで、返信に返させてもらいました。それではね、これからもう一本のちょっと、ね、シークレット動画も見せていただきますので、ワクワクしながらドキドキしながら、では次回もレポートお願いします。